どうもどうも、ミルクサッカーアカデミー、イドウェバーでございます。どうも、今日は戦術分析官かな、ノーミルク佐藤でございます。なんでございましょうか今日こちらでございますね。どン、出た。は10月、日本代表森安ジャパンの戦術テーマは、守備構築ではないか。なるほど、そうなんですか。どんどん,どん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 。ということでですね、まあ、あのー、まあ、攻撃っていうよりも、まあ、こういうことちょっと知って、知ってみてよ、一つのちょっとデータ紹介するからさ、みたいな、ちょっと守備系のちょっとデータの、 え先日の会でございます <laughs> な,るなるほど。なので、日本代表、今こんなことをちょっと取り組んでいく。そして J リーグもこんな感じのことをちょっと強豪チームはやっていくんじゃないかと知っていただければという会でございますので、よろしくお願いします。まはい。というわけで見る、ミル・アマインキやってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことなんですけど、うん、おー、ド まあ皆さん、まずこれですよね、やっぱりね。改めてですけど、うん、あの三笘君と、あと大天君不在だと、竹とかもちょっと疲労困憊状態が続いてるので、オフェンス組にちょっと疲労者が目立ってるような状態でもあるじゃないですか。まあだからこそ今回はオフェンスよりもディフェンスのところなんかいろいろ作っていったりしないかなっていう予想とかでもあったりするんですけどね。ただですね、やっぱいろいろ見ていくと、トンって文字ばっかなんですけど、うん あの、第二次森安ジャパンが始まった3月は、あの、ほら、七海コーチも入ってきて、ビルドアップを新たに作っていこうよ、みたいなことの話が当時あったんですね、うん、半年前。で、6月の、まあ、エルサルバトル戦はね、あの、随分早い段階で、レッドカード相手に出ちゃったとかもありましたけど、もともとは攻撃の連携強化ってところがテーマとしてあったみたい。 でついこの間のドイツ戦、トルコ戦というのは、まあ、アウェイでの本番想定っていうのを、ことをやってきたから、なんか全体的になんか前目のことをやってきたのが、今回の第二次森安ジャパンだなとっていうのもあるので、うん、で、来月は二次予選だし、あと1月2月はもうアジアカップで、まあ、いわゆる両方とも公式戦が続くじゃないですか。うんうん ってなっていくと、今回しかないよね。守備の構築をやっていこうよ、みたいなことになるのな,なるほど、なるほど。はい。今回、カナダ戦、チュニジア戦っていうのは、皆さんもちょっと守備に注目していただけるといいんじゃないかなと思っております、うん。そんな中で、まさ皆さん、うん、あのー、谷口翔吾選手が、気になるインタビューでのコメントを残しておりまして、はい、こちら、ドン、ちょっと作ってみました。はいはい なんかコメントで残せたのが、日本代表も引いて守る戦い方はやっぱある程度できると。で、カタールワールドカップでそれは証明したと。うん、で、あと自分たちいろんなデータ見てるんだけど、それはもう数的優位の状況で守備できるんだったら、それで守りきれる率みたいなので言うと、世界でも上位に入ってるんだみたいなことを谷口先生おっしゃっていて、だからこそこれから次のワールドカップに向けては、競合相手にコンパクトに守るのが必要だと。 で、じゃあ、どう、そして、どの位置でコンパクトに守るかってのが大事なんだ。ってことをすごく述べられてる、ね。LINE、うん、を上げちゃうっていうことですかすごいまさ、今、めちゃめちゃ上げて取るってこ <laughs> いや、それはそうじゃないですか、これ。<laughs> <laughs> バカに言うみたいに言わないでくださいよ。ちょっとね、軽く前触れてくれましたもんね、先生、これね。そうなんです、えー。ええー。それがですね、実は最近、あの、J リーグと、 代表でデータがちょっと最近出てきまして、はい。で、それがあるとなんですけど、あの、とある一つにおいて、えー、差があるってことが判明したものがありました。はい、それがこちらです。はい、あの、ハイブロック、まあ、高い位置で、まあ、ディフェンスをする際って考えていただければいいと思いますけど、その時の、あの、ポジショニングってのが、てあの、海外の強豪国と日本では大きな差があるよってことがデータとして出てきたんですって。うん で、これが一体、そんなね、言葉で言ってても分かんないから、はいはい、ちょっとせっかくなんで画像作ってまいりました。<お>ちょっと見ていただきましょう。はいはい、こちらでございます。トン。うん。なんかいきなり急にマリノスとマンチェスターシティが出てきましたけど、はいはい。あの、これ実は皆さんもあの、J リーグのサイトかなで見られるんですけど、さっき J リーグさんが J リーグテクニカルレポート2023サマーっていうのを実は出してきたんですよ。なんかこう作ってるみたい。あ、この秋に。 これはそうなんですよ。10月頭とか9月末ぐらいだったと思うんですけど、おいおいその時って、いわゆる J リーグのその今の首位、まあね、上位のチーム、マリノス、まあ、去年の優勝チームと、うん、昨年度の、えーまあ、プレミアの優勝チームして、今この間戦いましたけどね。うん、この両チームの,あの守備時のライン設定についての,あの画像を掲載されていたんです、うん、そのレポートの中で。これ守備時ですか 攻撃時じゃなくてシティ確かに高いなと思ってね、見てますけど。実は J リーグでもですね、<ー>あの平均って、守備位置の平均的な位置がディフェンス、このシーンのところで言いますけど、このディフェンスが敵陣内に平均ラインがあるよってこと。 あったのは、CD、うん、がと歴代だ、2020と2021の川崎だけだったと思うんですよね。うん、おそらく。なんですけど、やっぱシティだとか、これあと、そのレポート内には書いてなかったけど、僕の見れるいろんなデータで見てみると、やっぱりヨーロッパの強豪チームで例外なくライン設定高いんですって、まだ。うですね。うん。まあもうシティと同じようなもん。ちょっと質問してもいいですか大丈夫。これ何をもって守備時っていうわけですかこれは。あもう基本的に相手がボールを持っていての時ですね。もちろんそうなんだけど、 ええ、これだってシティ押し込んでる時にこう自陣にボールあるわけじゃないでしょこれ。ええええええねうん、そうだね。もう敵陣にいる時間が圧倒的に長いっていうことまあそういうことで考えていただいてもだただそれってのは押し込んでるってこともあるし、やっぱりそれをやることによって、自分たちにも敵陣押し、あえてもう入っちゃって、みんなでギュッとやることによって、もうだから相手にパスを出させなくさせてるみたいなところもあるんじゃないかっていうね。ねはい、で、まさか今言ってくれた、 いやシティライン高いねっていうのがまず一つあるのと、うん、もう一個これ左と右で差があるのが、うん、ちょっとこれスマホで見てる方はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、うん、このあの、マリノスだったらこのミッドフィルダーとディフェンダーライン、この、そこがなんかこのフォワードとミッドフィルダーのラインよりもちょっと幅広くありません、ねまあ、さうん、ああ、確か確かに確かに。はいはいはい。シティの方はなんとなくフォワードミッドフィルダーとミッドフィルダーディフェンダーちょっとコンパクト感あるなるほどね。うん。はいはいはい。 で、実は。これはあの、はい、FC24 だったら上、上、2階でね、こう、詰めないといけないところね、<laughs> これね。オフサイドト,トラップ。あるのね失敗すると完全に抜かれますけどね、裏抜け。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。そう。で、<ー>これが、実はあの、2022年のカタールワールドカップ大会の時も、ちょっと見ていただこうと思うんですけど、やっぱ似たような感じになって、うん、こんな感じです。日本とドイツ。 ああああやっぱり同じようなもの。ドイツはちょっとだけ違うけど、えー、まあ、シティとほぼ同じような感じですよね。大基準ってことなんですね、このハイラインは。ね。はい。だから、どういう守備の形態をやるとか、システムがどうとか、選手の差とかもいろいろあるかもしれないけど、こういうふうにやるは、絶対的なものなのかなっていうところなんだなと思いました。いや、でも怖いですよね。これス、スリリングですよね。そうなんですよね。戻る足、速いディフェンダーいないとってことでしょう。 そうなんですよね。なんだけどまだこの間の9月のドイツ戦あったじゃん。ちょっと皆さん見ていただきましょう。ライン設定こうなりました。うわ、すごい。日本ちょっと上がりましたね。続いてきてる。そうなのよ。えすごい。前回がこちら。9月がこちら。はいはいはい。これは吉田麻也さん時代と。そうですね。富安板倉時代の。富康時代の。そうですか。はいはいはい。 だからもう谷口選手もこれインタビューでそれっぽいことをおっしゃってたのが、うんうん、もちろんただ高くすればいいってわけじゃ当然ない。もちろんそうですよね。だけどやっぱり得てしても他のやっぱ強豪国のディフェンダーっていうのは守備範囲をある程度広くならなきゃいけない。だからやっぱこの間の冨安選手がね、あのサネコをタックルしてみたいなことあったけど、うん、あプレスバックしてって。戻ったね。あ戻ってだからあれで防ぎきるってことを我々はすごいっていうふうに称賛したけど、ええ あれがやっぱりある程度できるっていうふうになっていかないとダメじゃないけど。うん、そうか。そうか,そうか。なんうかなとか。これどのチームでもできるわけじゃないってことだよね。 そうなんですよね。で、これ、先ほどのこちら、あのマリノスとシティの差のところで、これ、あくまで、あくまでそのレポートにあったから、そのままマリノス使わせてもらいましたけど、J、うん、リーグのやっぱり強いクラブも大体こんな感じで、中盤とディフェンスが開くとかっていうふうに、もしくはこの前と後ろ、フォワードとミッドフィルダーが開きすぎるみたいな感じで、どうしても等間隔に慣れきれてないというところがどうやらあるみたいなんですって。だそう考えていくと、だこのライン設定がきゅっと詰まっていって、このシティだったり、ドイツだったり、もしくは 今のこの日本代表みたいな感じになっていけば J リーグのクラブももっとだから強くなる今それこそ上位じゃないクラブもそなるし、ね、なかなかね、はい、奪われにくいチームとかさ攻撃力があるチームだからできるしもしもそうなんでよねディフェンスが変えれるフィジカルとかねなんかスピードとかがないと難しいわけでしょ、うん、そうなんだよねあ,<ー>あとそれこそそれができるディフェンダーっていうふうになると日本の場合まだこうヨーロッパに取られてしまうってところがあるので難しい限りなのかなと思うけど<ー>だからそれでも 競合はそうだよっていうデータが揃ってるんだってことだけは忘れちゃいけないんだろうなと。なるほどね。うんう海外の社とかはそうな感じするもんね。そうですね。だからすごい定番派も。そうなんだよね。ああとかもすごい高いもんね。<laughs> そうなんだよね。うなんね。 はい。<ー>なので、こういうふうにコンパクトにしていく、そして圧縮していって、相手から奪ってってすると、やっぱりカウンターでは今日本強いですから、うんうん、谷口選手のこの提言みたいなものを、今回カナダ戦、えー、そしてチュニジア戦のところになんかいろいろ出てくると思うので、今回はオフェンスもいいけど、ディフェンス面に注目してみてよね、というじでございます、うん。ディフェンスラインと中盤の間とか。はい。そうですね,ね。見とくとってことですね。はい、勉強になります。はい ありがとうございます。ます今日もいただいちゃいました先生。ありがとうございます。ありがとうございます。1>, 1日に2本出させていただいている先生。6年目も頑張っております。ご授業でございます。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。まずまず楽しみになってきました。そんな日本戦は13日金曜日、そして17日火曜日、ね、はい、金ナダ中、ニ戦ということで。でね、もうすぐだね。 そうだねー。楽しみでございます。楽しみにしましょう。ということでね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日はたまにやっておりますチャンネル登録高評価ったらぜひよろしくね。じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。